ヤフー知恵袋にあった質問に答えていきたいと思います。空調下本当に涼しいでしょうか。あ、確かに、疑問になると思います。非常にですね、空調服、いわゆるファン付きウェアというのは高額ですので、まあ、買ってみたもののあまり涼しくなければですね、本当にもったいないことになりますので、これは非常に大事な悩みというかですね、ご質問かなと思うんですけども、空調服自体がですね、汗をですね、まあ、蒸発するときの気化熱によって涼しくなるという構造なので、汗をかけばですね、涼しくなるはずです。ですけども、周りがですね、非常に暑い職場、例えば45度ぐらいですね、まあ、ハウスとかですね、そういったところですと、まあ、熱風が入ってきて、まあ、例えば熱風があるようなところですと逆効果なんて話を聞きますが、汗をかくことによって、まあ、人間というのは汗をかいて、それによってですね、体温を下げるというそういった性質がありますので、汗をかいことによって、風を送ってですね、いわば涼しくなるとは思います。極限ですね、非常にものすごい暑い、いろんな航路があるようなところとかですね、ものすごい人が入れないぐらいの熱風、暑さがあるところのものを吸うとですね、やっぱり暑くなりますんで、まあ、職場環境によるかなとは思います。工場というとですね、まあ、いろんな工場がありますんで、まあ、野外作業に関して言えばですね、必ず涼しいという声がですね、たくさんありますし、まあ、こんだけいろんな方に来ていただいてますんで、効果は非常にあるんじゃないかなと思います。